どうも、1857です。ガルテットです。はい、というわけで夜勤事件ザ・コンビニエンスストア3夜3夜目ね、やっていきますか。いけるのかなこれ。いきましょう。まあでもなんとなくまあまあ、まあね、うん、だいぶ慣れてきたね。だいぶね、なんだろうね慣れてないね。あー、オッケー。雨降ってるから、雨降ってるからね。うん、でもだいぶ慣れてきた。なんかあんまり。ああ、なになになに、ノックした。距離取るやん。位置的に強いから、来られても大丈夫。位置的に強い。ノックが鳴りました。ノック、何あれ、手が、え、箱じゃね、小包が来てる。またビデオテープじゃね。うわ、ちょっと箱太郎さんがお出迎えしてくれて、今回箱太郎さんも来てくれるらしいですよ。ここにね、はい、うわ、ちょっと開ける。なんで閉じんの。開けて閉じる、どう、なんかもう怖いな、もう怖くなってきたな。あーしゃー、ビデオテープ閉めとこう。見た方がいいんじゃない、ビデオテープ。見るか、さっきちょっとね、なんか多分こういうのやって当たってるとにはならない。うん、これね、また音がやべえのよ、ビデオテープの音がさ。何よくこれ、コンビニより立ち行きした反対側じゃない多分。え、どうだろう、音が怖っ。あー、傘差しちゃってない、家の中で。気早いな、ほんまや。この子は赤が好きなんだね。すごいね、ね、傘もベッドも。あー赤が好きなんだろうね。すごい、よく気づくね。見てますからしっかりと。俺の分もよく見て、見逃さないようにして。もうなんかこの打ちっぱなしの床怖いな、これ。え、なになに、え、あ、傘、あ、傘の床。すごい、この街結構ハイテクだね。レンガなんか置き配もやってるしね、みんなキャッシュレスだし。すごいな、レンガになっていた時にびっくりしちゃった。雨の降り方エグいな。雨の、すごい、雨すごい、雨すごいです。いないね。迷ってたから先上がっちゃったんじゃない？え、時間が、そんな開けることある？でも、そうだよね、誰もいないことある。ねえ。タイムカード。わあっ！びっくりちょっと待ってくれよー。バーバーじゃないよお前。どうだ、驚いたんだ。そうだよお前。え、なんかもらえよみたいな。どうせいたずらだろ、気にすんな。このゲーム史上一番びっくりしたわ、俺。いや、マジひどいよ。あー、名前なんてんだ、船橋たけ。船橋、お茶目だな。いやいや、お茶目じゃないよ、許されないよ、あんな。
あ、でもリアルでやられたらなんか反射で殴っちゃうよ。わっつって。棚を机に、ん？棚を常にいっぱいにするのが家のモットーだ。棚机でいっぱいにしたら家具やないよ。明日の朝私が来る前にお願いしますマネージャー。マネージャーも女性なんだね。私って言ってるから、いやでも私は別に、ああ私は別にそうか、うん、あんまりどちらでもみたいな。船橋どこ行った？あんまりびっくりさせてるな。嫌いになっちゃった。おこでおこ。ビルはマジであんな、これマジびっくりしたね。ひでえよ。あれないよな。でも音も結構すごかったもんな、ね、今マジで。あ、これ冷凍食品か。なんでそれがあれか踏んだね今。なに、え、お金、え、はっ、わかるでしょ、わかんないの、お金、え、反対側から、え、反対側から閉じ込めて、誰か入ってきたし、ピンポン言って、え、あかねえ、え、なになになに、やめてくれ、え、開いたんじゃない、あ、開いてないか、カチャッつったよね、え、あーあああ、隠れ方、なんだ、やばい、もう本当に怖い、本当に怖い。ちょっと待って、マジめちゃめちゃレゲエじゃない？おっす、ハマブスケ。あー、修理屋さん。あー、何事か気にすんな。すぐ見て、すぐ帰る。どうせ大した問題じゃないと思うから。プロじゃんね。どうする、業者のふりして室外機盗んでったら。これ見とかないと、むしろあの人死んじゃう的な。え、見てたら死ぬんじゃない？見てたら死ないでしょ。死に方を見るか死体を見つけるかってことじゃないの？え、でもよかんない、死ぬのかな。え、いいやつっぽいのに浜田。なんか監視カメラマジ怖えんだよな。もういきなりしゃがんでるみたいな気そうで、しゃがんでるだけ。あっ、浜田終わったとか報告もなく帰ったくね。ね、まっすぐまっすぐ直してすぐ帰るって言ってたからね。プロじゃん。これカメラ、カメラが、え、あ、戻れた。はーい、しょ、いらっしゃいませーって。これね、やべ、話しなかった。お、ねえねえ、ゆっくり、信じられない。こんな夜中に女の子一人で働かせるなんてあれだ。優しい。苦しくなかったね。え？大事なやつじゃん、これ。これでもう安心、安心でしょ。おめえも女の子一人やんけ。どっちもどっちよ。いや、でもこのお守りがあればもう大丈夫な気がする。え、なんかマジ変な音する。なんかこっちからっぽいんだけど。治ってないよ、それが。雨。雨。光って、治ってる。やっぱ、青くなってたよね。治ってる。やだ。治ってないじゃん、バチバチしてない。これでも、もう何もなんないよ。何もなんない。あ、え、あ、近接物件に入れんじゃん。け、あ、開ける、開ける、開けていいの素人が。ねえ、なんか拾うでしょ。鍵
それ持って行くの、そのえあ先に。嘘やん。行けないところが行けるようになってんだよ。ワクワクしない？嘘。どう。やだ、本当にお願いお願いお願い。かえ、何これ、どうなって、何もない。後ろに立ったことあるの？何あるじゃん。あ、ここ、あー、いた。開けようとすると夢が麻痺される。ダメです。え、なんかいない？え？雑誌か。なんかモヤモヤしてない？行かなきゃダメなのかな、あれ。ちょっと絶対。どうする？便座から店長出てきたら。入れるの？あー、閉じ込められた、閉じ込められた。閉じ込め、え、出れないの？いやー、なんか音が、あー、あー、商品が、商品が、直せないのかな。ちょっと、な、直せない。何もクリックできない。カメラじゃない、カメラじゃない。さっきだから自動ドアがバグった時もカメラに気づいてなかったと思うけど。あ、え、何、なんか音気づいてなかったと思うけどね。中入ろう。やばいトイプロイターの音してない？音が、え、ちょっともう本当にやだ、本当にやだ。足のりを置いてない？足のりが、もう、ちょ、無理、ちょっと、お札、お札、あ、トイレに貼るのかな、お願い。裏の小屋かな、裏の小屋だろ。裏の小屋から出てきちゃったんだね、じゃあ。もう、何かが、本当に勘弁してくれ。もう本当に、ちょっと、マジで。お願い。あ、やだ。ちょっと、お願い。あ、何？え、置いたじゃん、掘ったら。お願い、終わってくれ、お願い。入れんじゃない？あれ？絶対やばい、絶対やばい。なんで諦めんの？入ろ。待ってくれてんだって。あれ？え？マネージャー？じゃあさ、今まで死にましてた。やだ、ダメ、ダメダメダメ。助けて。無理。
くん、ねえ、サンジさん、サンジさん、今、あーって言って乗ってる。というわけでね、第3夜終わりました。終わりましたね。今回はここまでというわけでね。バグっちゃってんじゃん。せーの、バイ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 。いや、ずらしに来てるやん。